って山内先生だよね。ちょっと通してくれる？立花さん、やっぱり死神だわ。死神？死神よ。Thank you.
ちょっとめぐるくん聞いてる？あ、ごめん。なんだっけ？ワトソン君がしっかりしないでどうするのよ。ワトソン君？何変な顔してるの？いや、どうしていきなり助手扱いされてるんだろうと思って。この新聞部の物質をめぐる君のねぐらとして提供する代わりに、めぐる君は新聞部へ入部して私の取材協力。そんな取引した覚えないんだけど。どうだっけ？だいたいなんで物質が寮の中にあるんだよ。おかしいじゃないか。寮の中に物質があっちゃいけないなんて決まりはないし、それにここはずっと前から新聞部が使ってたの。だから物質を使うめぐる君には新聞部員として当然部長を助ける義務があるわけよ。聞いてみたけど、この学校に新聞部は。めぐる君、一つ忠告しておくわ。いい？部長命令に逆らうと大変な目に遭うことになるわ。なんだよ、突然。君、この寮に入ってきた初日、私に何をしたか覚えてる？あれは事故だろ。わざとじゃないよ。乙女の柔肌を狙う欲望に、清純な女性とその毒牙にかけるとする卑劣な転校生。おい、女子寮に忍び込む陰湿な手口、狙われる女子高生、性犯罪に手を染める少年の暴走。性犯罪？話は聞いてないね。聞いてないって、そんな。確かに転入が決まったのは突然だったんですけど、僕の父親がこの学園の理事長と知り合いなんです。ああ、そうなの。ですから連絡が来てないってことはないと思いますけど。名前は桃井めぐるです。もう一度調べてもらえませんか？私は一時的な代行でね、本当の管理人はちょうど今休暇を取ってるんだよ。そうなんですか。ああ、もしかすると管理人の方には伝わってたのかもしれないな。引き継ぎミスがあったのかもな。
れで、僕はどうすればいいんでしょうか。さすがに野宿の用意まではしてきてないんですけど。いやいや、お父さんが理事長の知り合いというなら大丈夫だろう。何か身元を証明できるものはあるかね。ありません、そんなもの。前の学校の学生証は捨ててしまいましたし。うーん、そっか。まあ大丈夫かな。最初に断っとくけど、僕は痴漢じゃない。そっちが僕の部屋で勝手に裸になってただけだろ。知らないよ。一瞬しか見てないから。嘘つけ。ジロジロ見てたくせに。見てないって。あら、君さっきここが自分の部屋だって言った？言ったよ。ここは僕の部屋だ。ちょっと待ってよ。ここは新聞部の部室なんだけど。え？僕は今日ここへ来たばかりなんだ。管理人室でここが僕の部屋だと教えられたんだよ。おかしいな。確かに空き部屋だって聞いたんだけど。一度確かめてくるか。